はい、どうも皆さんこんにちは筒井こ斗というものです。はじめましての方ははじめまして、いつも見てくださっている方はいつもご視聴ありがとうございます。ということでですね、今日はメイキングトークオブトゥーユーということでして、はい、えー、ついこの間ではないんですね、1ヶ月ぐらいですかね、1ヶ月ぐらい前に、えー、僕が YouTube の方に出しました To You というオリジナル曲、まあ、デモバージョンなんですけど、まだ、えー、そちらの、まあ、その曲が。 どんな感じでできたのかっていうものを、まあ、簡単にお話ししてさせていただくはい、えー、動画でございます。もうこれめっちゃ髪の毛、ちょっとね話ずれちゃいますけど、めっちゃ髪の毛伸びましたね本当に。はい、ええー、まあ多分。 次ぐらいの動画ですかね。次ぐらいの動画では、はい。えー、スタイリッシュな誇コが見れると思います。このもっさり誇るは、はい。これで見納めです。はい。美容院の予約がやっと取れましたので、はい。今、コロナウイルスでね、いろんなとこやってなかったりとか、予約がいっぱいだったりとかして、はい。あまあでも、えー、結局、いつもやってもらっているところに予約できたんで、はい。よかったです。はい。じゃあ、本題いきましょう。はい。えー、本題なんですけど、えー、そう、こちらね、このタブレットなんですけども、これ、この間、顔認証にしたんですよ。今までずっと、こう、ピッピッピッってパスワードだったんですけどね。そしたら、こう、ピッってやったら、すぐもう今、開きました。はい。 えー、これで、はいえー、これもこれの髪の毛ちょっともうちょっと短いバージョンで登録したんですけどメガネもプラスマスクでも、えー、入るっていうすごい構成なんですよね。はい、また話しずれちゃって「<laughs> t o y o u という曲なんですけどこちらは「t o y o u の, to you の、えー、概要欄にも書いたんですけどまだ聴いていない方は先聴いてはい、いただいて o u y この こんな感じでできたんだよっていうこの動画を見た後にもう一度聞いていただくとちょっとまた違う聞こえ方がするかもねっていうことで2回再生させるというマジックでございますはい、<laughs> To You という曲なんですけども、はいえー、こちらは、えー、一言で言うとまあ、あなたに伝えたいことというのがテーマになってまして、えー、こちら遠くの街に住むあなたへ今さら何を伝えようか 悩みながら出した答えを今この歌に乗せてという一節から始まるんですけどもこちらはですねかなり僕の今までまあ発表してきた曲そしてまだ未発表の曲も何個も20曲ぐらい全部で自分のオリジナル曲あるんですけどもその中でも一番うん今までは全然はいえ架空の物語というかラブソングだったとしてもまあこんな恋がもしかしたらあるかもしれないな。 こんな声してみたいなとかこんな声だったら嫌だなとか逆にはいそんな感じの結構妄想というかそういう空想の感じではい書いていた曲ばっかなんですけどもこちらはかなり僕の実体験というか当時これを曲を書いた当時の、えー、僕の、うん、現状というかそういうものがはい全て入ってますちょっとまあ遠距離恋愛とは違うんですけどもまあ、すぐ会えない人にまあ恋をしているという、まあ、そんな感じの男の曲ですねはい、えー その中でも特に、えー、好きな歌詞がですねあじゃあこのそうですねこの動画の概要欄にも、はいえー、貼っときますので是非そちらを見ながら聴、はい、いていただければと思います、はいえー、私が、まあ、この歌を通して伝えたいことはとかそんな感じで、はい、書いてありますけども、えーまあ、そのまま言ってますねテーマをねもうこの時は本当に気分が落ち込んでた時でしてもうあんま何か何 陰を踏んだりとかなんか,なんかの陰誘とかそういうことできなくて <laughs>、はいえー、もうそのままもう直接綴った感じになるんですけども、えー、特に好きな歌詞はですね「2番ののサビの歌詞となります、えー、忘れられない忘れたくないそのぬくもりを明るい笑顔もその全てが私の光あなたの姿が私を強くする」という はいまあ、この歌詞は本当に当時の、えー、僕じゃないと書けなかった今は絶対書けないなっていう、はいえー、歌詞でございますそしてその後 C メロの「きっともう少し経てばあなたに会いやすくなるでしょう」「知らない街で立ち尽くす私を見たらそっとその手を引いて」ここはですね本当に聞く人が聞いたら分かっちゃうぐらい僕の本当の、はいえー、リアルの僕の、はいえー、ことを書いた、えー、ところなんですけどもちょっと恥ずかしいな今すごく恥ずかしいんですけど、はいえー「もう少し経てばあなたに会いやすくなるはずだったんですよ」 当時、ね、はいでも今ねコロナウイルスで、ね、むしろ会いづらくなっちゃいましたけど、はいまあ、そう考えると、まあ、最初の何「遠くの町に住むあなたへ」っていうのが、まあ、近くに住んでいても今会えないじゃないですか自粛中とかではい、まあ、そういうことで、えー、遠距離恋愛をしたことがない、まあ、経験がな、ね、い今していないという方にも、えー、かなり共感してもらえるような歌詞になったんじゃないかなと思いますもちろんいいことじゃないんですけどほ、はいえー、本当に、えー、皆さんも気をつけてくださいね、はい、えー あと他、まあ、工夫というか、まあ、ちょっと、えー、ちっちゃいポイントなんですけども、まあ、今まで、えー、結構、あのー、関係なく、えー、歌詞はもうバーってずらーって書いたものに、まあ後から曲をつけるという感じだったんですけども今回はですね、えー、例えば、えー「遠くの町に住むあなたが2番だと「えー、遠くの町に住む私」を担っていたりだとか「まあなたがこの歌を聴いて何を思ったのかが」がえー 私がこの歌を通して伝えたいことはということで1番と2番であなたの目線と私の目線になっているというまあちょっとねあの簡単なことなんですけどポイントがありますはいそして、えー「来年の桜は2人」最後の一節ですけど「来年の桜は2人笑顔で並んで見ていたい大好きです愛しています」はい、えー、次は「目を見て言えるように」ということでですねあのー、そうですね「僕がまあ大好きだ」とか「愛してる」とかそういう言葉を使うのは結構今んとこない。 はい、結構あのストトレートな曲ちょっとねんかこう濁したがるんですよね「月は綺麗ですね」って言いたがるタイプなので、はいえー、ま次を目,目を見て言えるようにということで目を見て言えなかったんでしょうね多分この主人公はということでした。 はいまあ、あの最後ねきっと言うを受け止めてよ振り向かせてみせるから2人でいいよってこれ未練たらたらですよねほんと今見るとうーんって思うんですけどほ、まあ、本当に、えー、当時の、はい、僕の気持ちを赤裸々に綴った曲になっておりますはいいでしょう、はいえー、曲なんですけども見てると恥ずかしくなっちゃうから、はいえー、曲なんですけど曲の方は今までまあ普通に、えー、詞が先にできて。 そっからまあ曲を作るという視、まあえー、線という視線視先、えー、の、えー、やり方でやっておりますけども、えー、今回はですね、えー、お風呂ではい、えー、いつも曲を歌ってるんですがその中でねちょっとこうオリジナル曲なんかやるか「ふんふん」ってみたいな鼻歌で、はい、サビのメロディーが作られました、はいえー、歌い方なんですけども1番のサビ ちょっとと好きなところがありまして、1番のサビの「えー、切なくなる会いたくなると」と、えー、2番の「ですね、えー、その全てが私の光」というところなんですけどここはまあ本来同じなんですけども、えー、1番が「切なくなる会いたくなる、はい」なんですけども。 え2番番ががねこの2番の歌い方が僕好きなんですよ、まあ、あの意図せず出たんですけどレコーディングの後1一回聴いて「おここええやん」と思ってそこからあのアカペラバージョンとかでも使ってるんですけども2番が「その全てが私の光」なんですよね。あの普通に 一番と同じ感じで歌うと「そのすべてが私の光」なんですけども「光」っていうのがちょっとなんかブロっぽくてええやでっていう <laughs> 意味わかんないですよねほんと僕のさじ加減ですはい <laughs> ということで、まあ、そこがポイントですあの「私の光」のところが多分僕一番好きなんで「でもでも,、えー、あでも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 アカペラでもはいえー、ということでえー、まあ ここれをそんなとこですかね曲まあ本当に来年の桜はね2人な笑顔で並んで見ていたいですね今の、えー、コロナウイルスが就職してはい就職収束してはい <laughs> 勤められても困るからね、はい、ということで、えー、実力でした、まあ、こんな感じでいいんじゃないでしょうかねまた他なんか疑問に思ったことあったらコメントに書いていただければはいえー、いつでもお答えしますはいえー、まあ to you ということで聞いていただけた 方は本当にありがとうございます。2回目聴いていただいた方はもっとありがとうございます3回目もし3回目以上聴いていただけてる方がいたら本当に嬉しいです握手しましょう今は絶対ダメだけど。はい、ということで筒、えー、くでした「TOYOU」という曲って正直、えー、かなり自分の中で恥ずかしい曲ではあったんですけども当時しか作れなかった曲という中で、まあ、僕の人生、まあ、音楽人生ね音楽人生の中でもとてもキーとなるね曲だったんじゃないかなと思います。な、はい、なんか変な汗出しちゃった。 はいえー、じゃあこのこ辺でやめてきましょう。失、え、礼、ー、でした。えー、またね。えー 座って今日動画等の曲久ししぶりでしたねあんま最近作品紹介とかできてないんでまた作品紹介とか歌ってみたの動画とかあとアカペライブとかねあとオリジナル曲ももちろん、えー、何曲も今作っております制作途中のものがあります一気に作るというより何曲か並行して作ってるので、はいえー、まあ全部完成するまでまだちょっとお時間いただくかなと思うんですけども、えー、今度はですね、まあ、1曲ずつ「えー、この夢に誘われて」とか「トゥーユー」とかみたいな感じではなくてなんかちょっとデモアルバムみたいな感じでちょっとこう何て言うんだろうな誇るが作ったやつっせんみたいな感じで何曲 まままととめめててて出そそうかなと思っっすすので、はい、今そのためので今た曲を作っております、はい、もしかしたらボツの曲とかも、ね、入れるかもしれないんですけど、はい、ボツみたいな曲の中の更にボツ曲なんでもう本当に何を聞かされてるんだろうみたいな感じになるかもしれないですけどまああの少しでも、えー、頭の「期待してください」とは言わないんで少しでも頭の片隅に置いていただければ、はい、あと,、えー、とスタイリッシュになった方ころも、えー、楽しみにしててくださいそっちは楽しみにしていて下さい期待しといて,てくださいそこはもう美容師さんの腕にかかってますけど。 はい,、えーごいでしたえー、ということで今日はですね TOU to y o のメイキングトークということで久しぶりにメイキングトークやりましたけど結構大変ですねこれはなんか自分が作った時あの特に何も考えないで作ってる曲の方が多いのでなんか特にこの曲がこのメッセージがこんな強いメッセージがあるんだとかそういうこともないのでちょっとこう話し なんだろうスル,スルと話が出てこないということがあるんですけども、まあ、あの今回はそんな感じでした、はいえ。またこれからもやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。とよこでした。結構長い動画になってしまったんですけど、まあ、ラジオみたいな感じで聞いていただければっていうのが最初に言わないつよこでした。バイバイ <laughs> チャンネル登録よろしくお願いしますね。Twitter のフォローも、あと高評価、そして猫コガレコーズよろしくお願いします。はい、さよなら。<laughs>